はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルビシです。では今回はデートのウェイズダンスリーパープキット BC 版日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回ミッドウェイの攻略をね、無事行うことができました。で今回はその続きとしてハワイ攻略戦を行っていきたいと思います。でハワイに艦隊をね、今集結させようとしているところなんですけども、まず味方の艦隊なんですが、第6航空艦隊、ここのですね、今航空機補充中です。で大規模で、ね、航空艦隊ということで小沢さん式の艦隊です。空母は全部で8隻体制というね、かなり手厚い艦隊です。正規空母が6、軽空母が2という艦隊。それとですね、今まだ艦載機がね、十分に補充できてないんですけども、井上さんの第一艦隊、ここはエセックス級に対抗するために新しく新造した大型正規空母、その一番艦風林火山、これがね、2隻入っているのと、合わせてですね、昇格型の5番艦、6番艦、7番艦、8番艦が入っている全部で7隻の空母、この第一航空艦隊、これに今航空機補充中です。まだ半分ぐらいしか補充できていないので、出撃できる体制ではないんですけども、ハワイからですね、敵の艦隊が出撃したというスパイからの情報が出ましたので、第一航空艦隊、第6航空艦隊、ミッドウェイ付近に一度展開します。で、敵の動きを見ながらですね、艦隊を動かしていこうと思います。さらに、戦艦ヤマト武蔵の第2艦隊、栗田艦隊ですね。ここにはですね、軽空母各船体に1隻ずつ入れていますが、まだ艦載機がね、全く乗ってない状態なので、ミッドウェイに入れた後艦載機を補充する予定です。これはね、一度、空母に艦載機を乗せないとね、航空機の護衛なしで出撃させても、厳しい戦いになるので、ミッドウェイに留め置く予定です。で、あとですね、お伝えしておくこととしては、開発ですね、技術に関しての開発に関しては、航空に6振っています。この理由というのがですね、今どうしても欲しい航空機があって、それが夢の富岳。これですね。この富岳をどうにかこうにか完成させて、V2 ロケットをね、発射できるようにしていきたいと思っています。V2 ロケットは、戦略爆撃機がね、確か配備されていないと撃てないと。いうような話を聞いた記憶があるので、この戦略爆撃機をね、開発するために航空機に関しての開発技術力を6振っているという状態です。あと8週間後に富岳完成予定です。では、プレイを始めていきましょう。まずはハワイから出航した敵の艦隊の作戦目標、あとはその規模、これをね、確認していきたいと思います。ちなみにミッドウェイにはですね、硫黄島の航空隊、これを進出させて、ウェイキーの方にはサイパンの航空隊を進出させているので、最前線基地にあたるミッドウェイとウェイキーにはそれぞれ航空隊を入れている状態です。なので、各航空艦隊と各基地の航空隊、これで敵をね、迎え撃つという作戦になります。はい。それではですね、ロケットエンジンを搭載した、この新しい戦闘機、これがね、ようやく開発完了しています。この周水を開発したことによって速度800キロまでで、航空機としては出せるようになっています。ただ航続範囲はね、60と非常に少ないので、これをね、例えばその今の二次型戦闘機、レップをベースに、設計帳を入れたものに対して、速度800を入れて航続距離を3500にするというのはちょっと現実的ではないので、この周水に関しては、開発はされたものをですね、このまま、生産ラインに乗せることはないかなと思います。ただ、周水ね、ロケットエンジン、日本軍初の搭載戦闘機だと思うので、本当はね、作りたいですけどね。攻撃力が89、防御力が80というものですね。解説見ておくと、ドイツから入手した、163ロケット戦闘機の図面をもとに三菱と陸海軍が共同開発を進めたものですということですね。試作のみで終わってしまった周水。はい。航空レーダーの開発に成功しましたね。これで敵のね、索敵が少し、楽になるかなというふうに思います。これだけ、
技術力で劣っているっていうのはね、まあ痛いは痛いですけどね。米軍はね、もうすべて開発済みです。で、我々の方が今この航空レーダーをようやく開発できた状態ですね。レーダー装備が可能な航空機が使用できる兵器と、戦闘において、敵航空隊を発見できる範囲を広げる。開発されていると自動的に使用と。まあこれ、よく空戦をやった時に突如敵が現れましたみたいな形になっていく。不意打ちを受けることが、まあ多いんですけど、まあそれの確率をね、下げるということなのかなというふうに思います。敵の艦隊のね、動きが全くわからないんですよね。敵の動きをロストしている状態なので、まあ、下手したらね、ラバウル方面に突如敵が現れるという可能性もあるし、ハワイを出て、西海岸の方にね、撤退したという可能性もあるし、全くわからない状態ですね。今、米軍の動きが。なので、少し不気味な状態です。でハワイを攻略するには、敵の航空基地に235機、敵機入っている状態で、その編成見ておきましょうか。まあ、ヘルキャットはね、もう、我々のレップ以下の戦闘機になっています。アベンジャーは攻撃機ですね。で、モスキート。これもね、レップ相当と見ていいと思います。で、サンダーボルト。これが、まあ、割と強い戦闘機。まあ、迎撃用に出てくる直縁機になるかなと思います。で、ムスタング。これがね、レップより少し強い戦闘機。で、リベレーター。これ爆撃機ですね。そして、フォートレス。これがね、ハワイに入っている航空機になっています。じゃあ、米軍の航空機って今どれくらいのものを開発できるのというと、もう米軍に関しては完全に全ての航空機が、もう開発可能という状態になっているので、もうおそらくなんですけど、もうこのファントムクラスのものをですね、生産してないんじゃないのかなというふうに思います。まあ、ファントムクラスが入ってくるとね、レップだと荷が重いのかなと思うんですけど、まあ、そうでないのであれば十分にね、対抗できるかなというふうに思いますね。あとこの陸軍の S スター P80、これが速度、まあもう900キロ出るものになってるんですけど、これもね、全然見かけないですね。もうこのあたりになってくると全く太刀打ちできない、戦闘機になってくるんですけど、これをね、配備される前にハワイを叩いておきたいと思います。はい。ではですね、ハワイから出航した敵の艦隊発見しました。空母1の艦隊ですね。まあ、どこに向かってるのかわからないですけど、やっぱりラマール方面に来る確率が極めて高いですね、いつも。これは第6航空艦隊で迎撃に出ましょう。まあ、できればね、壊滅させておきたいなというふうに思います。ラバウル方面にはね、航空機十分にはないので、それこそね、ここで敵の艦隊を叩いておかないと、ガラ空きのニューギニア方面が危ないという状況です。では、攻撃していきます。はい。アメリカ軍の第2艦隊を壊滅させています。いやー、これもついに戦力的にようやく逆転できたかもしれないですね。味方航空機34機喪失してますが、敵の空母、これ正規空母でしたね。さらに戦艦ミズーリを撃沈。敵の陸戦隊もすべて壊滅させています。で今撃沈したですね、正規空母、このバンダシーなんですけど、これはですね、ウォルグレイン型という架空の新型正規空母のようですね。艦載機100機搭載できるので SX 級と同じぐらいですね。これを撃沈したという状態です。で、ハワイの方に敵の艦隊が入ったという情報ですね。ハワイを覗いておきましょう。まだ艦隊いるのか。敵の艦隊詳細は不明であれば、ハワイに入っている工作員に作戦目標を探知させましょう。どこに向かうのかというのが分かればね、先手を打てますからね。では、浚渫が完成していますので、航空機の方はアップグレードしています。まず、
護衛機の方なんですけども、冷戦のテルメ護衛という命名にしまして、攻撃力が95、防御力が70、速度が699ですね。そう、あの周水が、ね、800出るんですけど、まあ、代わりに航続距離が、ね、60と極めて短いものだったので、まあ、これが妥当かなというふうに思っています。これが護衛機です。で、直縁機ですね。あんまり直縁機作ってないんですけども、一応直縁も作ってあります。航続距離はね、短めに設定してあります。そして、艦爆の方ですが、速度はね、同じ699に設定させていただきました。まあ、本来速度はね、もう少し低く設定するべきところなのかなと思うんですけども、まあ、周水が、完成しているっていうね、技術力の高さ、出てきているということから699にさせていただいています。冷戦テルメ艦爆です。もうこのあたりになってくると、もう米軍がね、新しいものを作っていなそうなので、航空機のね、劣勢っていうものはほとんどなくなってきているんじゃないかなと思います。これが艦攻ですね。冷戦テルメ艦攻、同じようなスペックにさせていただいています。で、この後なんですけども、いよいよですね、ハワイ攻略戦を行っていきたいと思います。で、ハワイに敵の艦隊入っているようなんですけども、その行動目標不明なので、一度ですね、いつものようにというところになるんですけども、ポートモレスビーとかね、まあ、オーストラリア方面に艦隊を向けるという、まあ、偽装を行って、ジョンストン、ハワイと連続で攻撃を仕掛けていこうかなというふうに思っています。では時間を進めていきます。ではハワイ攻略戦発動していきます。ミンドウェーの方からはですね、第一航空艦隊井上さんの艦隊と第六航空艦隊小沢さんの艦隊、これを一旦タウンスビル、つまりオーストラリア方面に向かわせると偽装します。で、その後、ジョンストン、さらにハワイと順番に攻撃を仕掛けていきます。ジョンストンに関してはですね、まあ、特に占領する意図はなくて、ジョンストン基地の、ね、航空隊を叩いておくというのが目的になります。で、今回ですね、ヤマト武蔵に関しては、まあ、残念ながら護衛空母つけてるんですけども、そこに乗せる艦載機が全く乗っていない状態なので、ミッドウェイで待機させます。艦載機、特にね、護衛の戦闘機がついてから、攻撃をね、参加してもらうというふうに考えていますので、ハワイ攻略戦にはハワイ武蔵、ヤマト武蔵はね、投入しないという予定です。まずはジョンストンからね、攻撃していきましょう。新型の冷戦テルメ型によってね、だいぶ航空劣勢も挽回できるんじゃないかなと思いますので、まあ、その中でですね、まあ、いかに味方の損害を少なく、ハワイをね、攻略できるかというのが今後西海岸攻略のキーになってくると思うので、まあ、そこにね、注力しながらプレイはしていきたいと思います。ちなみに富岳が完成するのが、あと7週間、まあ2ヶ月後というところですね。テルメ型でハワイ攻略できるかなと思うんですけどね。まあ、テルメ型ってなんだと、まあ、二次型ってそもそもなんだって皆さんで思う方多くいらっしゃると思うんですけど、まず二次型というのはですね、ここからはもう聞き流していただいて結構なんですけども、タイにある5号馬で、僕の好きな5号馬がですね、レインボーグループ、まあ、虹ってね、日本人は呼んでるようなんですけども、レインボー1、2、3、5ってあったのかな。まあ、今それがですね、1と3が統合されて、まあ、別の店になっているようなんですけども、特に好きなのがレインボー2とレインボー4っていうお店が好きだったので、まあ、そこから虹という名前をもらっています。で、テルメってなんだっていうと、まあ、簡単に言うと遠光喫茶みたいなところがあってですね、まあ、そこの名前がテルメというお店の名前なので、そこからお名前をね、お借りする形にしています。もう全然ね、タイ、バンコク遊びに行けなそうですし、まあ、タイ国際航空の方もね、9月末までもう飛行機、日本便は飛ばしませんというふうにしてますし、そもそもね、まあ、日本人観光客がタイに入国できないような処置になってるようなんで、まあ、もう今年いっぱい、タイ
タイ遊びに行くことはないのかなと、まあ、そもそも海外旅行も難しいのかなっていう状態ですね。まあ、この10年近くで海外旅行に一度も行っていないのは多分今年が初めてじゃないかな。タイ・バンコクに行き始めて、まあ10年近くになりますけど、タイ・バンコクにも行かないのも初めての年になるかもしれない。まあしょうがないですね。はい。ジョンストンの方は大空襲をかけてまして、一気に要塞道を削り、飛行場も削り、直縁も減らしました。飛行場も潰しているので、こっからですね、ハワイ攻略に切り替えていきましょう。もうジョンストン基地は無効化したという前提になります。ハワイをね、一気に攻略していきます。で、ハワイ攻略のための陸戦隊なんですけども、陸戦隊はですね、ミッドウェイから、第10陸戦隊、を積んだね、駆逐艦隊を突入させていく予定です。もちろんその前にね、ハワイの基地航空隊、さらに守備隊、これはね徹底的に叩いておきたいと思います。でハワイの方の航空戦力なんですけども、まあ、数がねそれなりにいるので、まあ、味方にもね損害が出るかなと思うんですけども、ご覧のような敵の航空隊、さらに守備隊が99、要塞度も99というね、まあ、防御力の高い、まさに要塞になっているので、このハワイに対しては、ジョンストンを攻撃したように大空襲をね、かけていくという中で仕留めていきたいと思います。ちなみにハワイの方の直縁、今は全く上がってない状態ですね。まあ、夜間なので、この夜間のうちにね、もう1回、2回と攻撃仕掛けておくことができればいいかなというふうに思っています。でちなみに第一航空艦隊の方は航空機、まあ大体 50% ぐらいの搭載率、一方第六航空艦隊の方はね、マックスになっているという状態です。では、夜襲をかけていきましょう。ハワイに対して第六航空艦隊からまずは第一波攻撃ですね、全機出撃させていきます。敵の直縁はいない前提です。まあ、夜なんでね、直縁がいないこの間に、一気に、と思ったら直縁24機いますね。これをね、叩き潰していきましょう。全機出撃です。はい。まず第一波攻撃ですね。敵の直縁9を撃墜。飛行場もね、破壊を進めています。両サイドも削っているので、このまま一気にね、攻略を進めていきましょう。続いて第一航空艦隊から空爆を仕掛けていきます。非常に順調ですね。まあ、ただね、第一航空艦隊の方は少し規模としてはね、緩いかなというところですね。前機爆走で出撃させていきましょう。敵の直縁は1、いや、これはもう全部委任でいけそうだな。委任しちゃいましょう。目標の方は、飛行場を第一目標に設定。敵の航空隊は、もう優先度低くていいかな。もうね、委任で進めていっちゃいましょう。いや、こんなに気持ちよくハワイを攻撃できる日が来るとは、正直思わなかったですね。まあ、最初のレイテ、沖海戦がね、もう試行錯誤して皆さんからいろいろご意見いただいて、ようやくクリアして、その後もね、航空劣勢、これがなかなかね、まあ、覆せず、味方の艦載機が壊滅するというのを何度も経験しながら、ようやくここまで来たという感じですかね。では、ハワイをね、まあ、真珠湾以来の大空襲ということになると思うんですけども、焼き払っていきましょう。はい。さらに飛行場をね、1つ2つとなぎ払っています。こうなってくるとですね、どうだろう、ミッドウェーに入っている戦艦ヤマト武蔵ですね、これ確かに空母護衛として入れてるんですけども、艦載機がないんですが、すでにジョンソン基地のまあ、航空隊は叩き潰してあるので、敵の攻撃機にね、さらされる恐れがないので、ヤマト武蔵はジョンストン基地占領に向かってもらいましょう。
特にここをね、前線基地にする予定はないんですけども、敵がね、ここに航空隊を配備したりすると、ハワイを防衛するのが面倒になるんで、もうそういうのを防ぐ意味で、ジョンストンを占領だけしておきます。特に戦力を置く予定はなしです。さあ、ジョンストン基地沖に敵の空母を発見しています。ハワイの攻略を一時中断して、敵の空母、3空母入ってるので、この空母を先にね、叩いておいた方がいいかなという状況になってきましたね。こうなるとヤマト武蔵をこのまま出していいものかどうか少し不安ですが、一旦このまま出しましょう。ジョンストン沖にいるこの敵の空母3、戦艦4、まあさすがだよな、アメリカ軍。まあ今や我々の方が戦力としては上に立っていると思いたいんですけど、それでもアメリカ軍のね、攻撃力、空母の数、ゲーツーないいものがあるんで、まあ油断はね、できないかなと思ってます。でも敵の艦隊ロストしてますので、ロストしてる間はですね、ハワイの空襲を続けましょう。徹底的にね、潰していきます。ここも全機出撃でいいでしょう。敵の直縁が17か。それなりにいるな。敵の守備隊をね、削り切っています。味方の損害が21機未帰還になっています。敵の艦隊の動向が不明ですが、このままハワイ攻略を続けていきましょう。で、第10艦隊もね、ハワイに向けて、では突入を開始してもらいます。ハワイに強襲上陸をかけるというところですね。さあ、ジョンストンの方は再びですね、敵の空母を捕捉しました。どこに向かってるのかな？西に向け航行中ということなので、また、まあ、トラックとかラバウルとか、あっちの方を狙っているのかなという感じですけどね。で、さらにハワイ基地に敵艦隊ありか。これ第一航空艦隊でハワイの敵艦隊、数は少ないですけど空襲しておきましょう。まあ、寄港しているものとか、ものであればね、特段何も起きないと思うので、このままですね。巡洋艦と輸送船1隻だけの艦隊ですね。これを壊滅させています。ジョンストンの南にいるこの空母3の艦隊が気になってしょうがないな。追撃に入りますか。第1艦隊。これをハワイ攻略に当てて、第6艦隊の方は追撃戦に移りましょう。空母の数でも、航空機の数でも我々の方が圧倒的に有利だとは思うんですけど、まあ、トラックとかね、まあ、ラバウル方面まで進出されると迎撃する術がなくなって蹂躙される恐れがあるので、まあ、そうならないようにですね、第6航空艦隊、小沢さんの艦隊を進めさせます。では、その第6航空艦隊で敵の空母に攻撃を仕掛けていきましょう。数が足りない。もう一旦待ちましょうか。ロストしないことを祈るしかないな。敵の艦隊ロストするとね、どうにもならないので。第一航空艦隊は、予定通りハワイの攻略を続けてもらいます。敵の直縁はいないと思いますので、数は少ないですが、このまま、出撃しましょう。もう戦闘も見ません。両サイドにまで削っています。敵の守備隊がまだ56残ってるので、敵の守備隊はね、削り切ってから、陸戦隊はね、投入したいと思います。では、夜間攻撃になりますけども、敵のね、空母に対して攻撃を仕掛けていきたいと思います。敵の直縁が37ですね。アメリカ軍は第一艦隊か。また第一艦隊再建してるんだな。まあ、直縁を排除しながら敵の空母をね、狙っていきましょう。はい。敵の直縁をね、壊滅させましたけども、空母には取り付けませんでした。こうなってくると、このターンは、敵の空母をね、仕留めにかかってもいいかもしれないな。それかハワイの攻略か。ハワイの方もただね、陸戦隊を突入させるにあたって守備隊がまだだいぶ多く残ってるんですが、まあ、ここは敵の空母を叩きましょう。直縁が9、味方のは第一航空艦隊ですね。では
敵の空母を仕留めにかかりましょう。はい、夜間攻撃したんですが、やっぱり夜だとね、空母を発見できないケースが多いですね。では次から第6航空艦隊で通撃、第1艦隊はハワイ、空襲をね徹底していきたいと思います。では敵空母再び捕捉してますので、前期出撃させていきます。ここでね、空母を仕留めておきましょう。敵の直面は5、もうね直縁は削り切ってますからね。ここからは無双しましょう。さあ敵の直縁をほぼ排除しましたので、もうここからは委任して、敵の空母を、バシバシ撃沈していきます。ハワイに続いて敵の空母に対してこんなに一方的に攻撃ができる、まあ、そういう機会がね、まあ、やってきてくれるとは思わなかったですね。ただ敵は VT 神官とかも開発してるので、対空防御もね本当にこの撃墜されてる数見ていただければ分かると思うんですけど、相当減ってきますね。まあ、我々の艦隊の対空防御でいうと直縁しかほぼない状態なので、一方敵の方は VT 神官とかね、まあそういうものをもうすでに開発実戦配備しているので、敵の直縁だけじゃなくて敵の対空防御もね、本当に注意が必要だと。航空機がみるみるすり減っていくよっていうのがねありますね。正規空母チレニア氏を撃沈。グランディア残り耐久23ですね。小沢さんも元帥に昇進。まあ、実は井上さん中将のままで、小沢さんがね、先に元帥に上がっていて、もっと言うとですね、伊藤さんももう実は小沢さんより先に元帥に上がってます。なので階級で言うと、まあ、小沢さんと伊藤さん、この第6航空艦隊に入っている2人の提督がですね、元帥。すでに元帥号を取っているという状況ですね。はい、アメリカ軍の3空母撃沈しています。味方のね航空機の喪失も77と決して少なくはないんですが、アメリカ軍の第一艦隊の空母3隻をすべて沈めて、あとフレッチャ ー提督ですね、大将、これもここで戦死させています。残りの輸送船、陸戦隊、これもね壊滅させておきたいと思います。はい、ではヤマトをですねジョンストン基地に突入させています。守備隊が復活してますけども、ヤマトからのね艦砲射撃と陸戦隊24を投入しましたんで、これでですねジョンストン基地の占領、破壊へ進めていきたいと思います。で敵の艦隊ロストしていますが、敵の艦隊を追います。空母は沈めたとはいえですね、まだね、陸戦隊とかを積んでいたようなので、あれがすごく気になってますね。ハワイの方はすでに飛行場も破壊、直縁機は飛ばないという状態なので、このまま敵の守備隊を空襲で削っていきます。さあ、敵の艦隊を捕捉しています。空襲したとして数がどれくらい飛べるかだな。271機。全機出撃させていきましょう。いや、本当に航空機の消耗が激しいですね。敵の輸送船全部沈めていきましょう。まあ、ここももうお任せしちゃおうと思うんですけども、輸送船のね、順位を最優先にして、輸送船を最初に沈めていきます。敵の戦艦2隻を撃沈、輸送船8隻を撃沈しています。このまま第一艦隊を、ね、壊滅するまで徹底的に追撃しましょう。ハワイの方も、空襲を、ね、続けていきます。ジョンストン基地はこのターンで終われるかな。できればここでもう占領完了したいですね。はい、守備隊壊滅させてジョンストン基地占領完了です。ジョンストン基地はね、特に兵力は置かずに、
この後ですね、ハワイ攻略のための戦力として残しておいて、ハワイ攻略後はですね、ハワイを前線基地としていきたいと思います。はい。アメリカ軍の第一艦隊は壊滅させることができましたね。これで、しばらくの間ね、また敵の艦隊の行動を封じることができたのかなというふうに思います。で、ハワイの方もね、順調に攻略進んでいまして、もうそろそろ終われるかなというところですね。もう敵に、守備隊もないという状態です。なので、この後、第10艦隊。まあ、実はね、ハワイ、すぐに交渉復旧されてしまって、一撃を食らった輸送艦隊から輸送船を脱落させてしまったものがあるんですけども、残りの陸戦隊で十分にハワイ、制圧できるかなと思います。はい。ハワイの攻略、完了です。日本軍はついに真珠湾を攻略。長年の悲願をようやく達成しましたと。これによってアメリカは太平洋での勢力圏を失ったというところですね。いや、本当に長かったなぁ。まあ、ジョンストン基地もね、維持はしないものの取れてますし、アメリカ本土攻撃をね、本格化できるという状態になったと思います。なので次回はですね、アメリカ本土攻撃編、新しく、プレイの方ね、頑張っていきたいというふうに思っています。今回はね、このハワイ攻略戦までとさせていただきたいと思います。